おはようございます。角度的には大丈夫かな。おはようございます。今ここは伊沢温泉ユースを出てきたばっかりのところです。おはよう。うん、さっき来ましたよね。珍しく全ての準備が間に合いました。おはようございます。今これから笛吹川っていう川沿いに向かって行って、そこからあのサイクリングロードがあるはずなんで、それ沿いに走ろうと思ってます。でそのしびれ湖っていう変な名前の湖に登る登り口まで。あ、Z さん昨日お疲れ様でした。本当昨日すごいことになりましたね。 Z さんは今コメントしています。だいぶ寝ましたね。7時間以上寝たんですけど、まだ眠れる、まだ眠ることが可能です。よっこいしょ、どっこいしょ。うん、Z さんは結局そう、しびれないようにします。そういやしびれ湖で飯食えるかどうかも調べてないな。新型ホイールが新型です。これでもう3回目かな、4回目かな、放送上で見せるのは。このきしめんスポーク、きしめんスポークはあのホイール持つときに指が痛い。ホイールのインプレは、ホイールのインプレはよくわかりません。昨日なんかやたらきつかった。自転車新車じゃなくてホイールだけ新しくなってます。でですね、今日乗り始めて思ったんですけど、知りたい、妙に知りたい。そう、Z さんはあの車に乗せてもらったみたいなんですよね。おはようございます。あ、肌さんおはようございます。字じゃなくてなんていうのかな、まあ、あのいて、あのサドルに当たる部分がなんていうんだろうな、表現難しいな。あの尻の部分が筋肉痛プラス、でも表面が擦れてる感じじゃないから、やっぱ筋肉痛というか内部的なところなんですよね。そう、いや太ったことは過去にも、もっと太ってたことがあるんで、結構あの日によって違うんですよね。平地を走った時によく尻痛くなるんですけどね。おはようございます。とりあえずはまっすぐ笛吹川まで。先週の西日本じゃなかった。連休の後半が西日本です。いて。新しいホイールで荒ぶったんじゃないの？ホイールで、どうなんだろうな。ロボようございます。穴開いたサドルにはもう変わってます。変わってますというか、前からそうです。もう何年前からかな。だから今回急になんかどうこうなったわけじゃなくて、単に昨日あの、昨日妙に疲れたんで、乗り方のフォームを違ってたんだと思います。新車にしても楽にはならないだろうしな。自転車も見捨てたというか、なんだこれ、お城、新車なんだと。いや新車じゃないです、ホイールが新しいだけです。ホイールのリムのところが、ブレーキが当たるところがもう削れてへこんでしまったんで、今日は、何サイクリング、史跡、八竹かな、八竹かな、御朱印屋敷。御朱印屋敷って書かれると、なんか御朱印を売りまくって建てたあの御殿みたいな感じですね。御朱印屋敷、次もそうですね、少なくともフラットバーにするんで、でもクロスになるかも。次の予定はないんですけどね、まだ。史跡って書いてあるけど、これどこまで入っていいんですかね。特にこの今日は猿も雉もいない。お父さんは大変なことになったみたいで。この日以外は特に何もないんですよね。うん。おはようございます。あ、おはようございます。Z さんのあのトラブル、私の昨日のツイッターの写真とかにも出てるんですけど、あ、GoPro してます。昨日写真見てわかると思うんですけど、すごいことになりましたよ。あのリムの何ていうかな、ブレーキシューが当たる部分の、より内側のカーボンのところがなんかバカッと割れて、あの横にはみ出してる感じで、ホイールに当たる状態だったみたいなんですよね。昨日は襲われたって、何に、クマとかに。昨日見た野生動物は特にないな。珍しい動物は、今日は一人です。今日は一人で
のんびり行ってきます。ママチャリで、うん、それ放送で、放送関連なのかな。ママチャリで日本一は結構過去にもやってる人、直に会ったこともあります。いっぺん北海道でカーボン熱に何ですかね、すごいことになってましたよ。あのホイールのあちこちで削れたというか熱でなったんじゃないかって話ですけどね。ハドンさんもなんかあんなトラブル初めて見たって言ってましたね。信号機ありますよ、まだまだ。伊沢、あれ待てよ、今ここは伊沢市って言うんだっけ、それとも甲府市の中の話なのかな。まあ甲府の近くの伊沢温泉っていうところの市街地です。あ、川見えてきたかな。あと昨日はラチェットン静かだったと思ってたけど、そうでもないな。このラチェットンってこれなんですけどね、このじり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 って音。あ、今日なんか暑くなるみたいですね、また。うん、どうなんですかね。伊沢温泉、川は、川は、正面に見て右前方に向かって流れてるのか。そう、昨日ここ確か波多野さんと、波多野さんと迷ったというか、私が迷って波多野さん連れましたところだ。薬品ですか。カーボンって要はあれは炭素の繊維と、あとはあの樹脂、まあ、プラスチックみたいなもんですよね。ザーボン、フリーザ様の部下かなんかにそういうのいなかったっけ。そうだ、ちょうど昨日走ったところだ。新しいホイールは前後2万です。あ、カーボンの話はゼトさんのホイールの破断したホイールの話ですけど、あれは破断って言い方でいいのかな。200万、あ、自転車。そうですね、まあ情緒か、情緒ね、どうだろう。あのなんかよ、川沿いは、川沿いというか小さな小川沿いに整備されてるところは結構雰囲気出てるような気もしますけどね。薬品に、あ、さてサイクリングロードあるのどっちだっけ。あっちかな、いや手前だ。そこから入れる。この笛吹川のサイクリングロードは、あの大昔の自転車漫画のサイクル野郎っていう漫画にも出てきた由緒正しいとこですよ、確か。あ、富士山はこっちからだと見えないんじゃないかな、甲府盆地からだから。昨日あの山のどれかを越えてこっち来たんですよ。ん、西日本の何が泊まりですね。ん、泊まり、ゴールデンウィーク後半の話かな。甲府、まあ甲府は今ここ隣なんですけど、甲府を越えて向こうに行ってしびれ湖っていう山の中の湖に登って、いや今日は泊まらないつもりです。多分泊まらない。黄砂か。私は明日はゴールデンウィーク後半の旅行に向けて荷物まとめて発送したり、先に宅急便で送っとくんですよ。あとあのフォーマの回線の手続きをいろいろしなきゃいけない。あ、鳩が座ってる。ちょっとしかし、ちょっとしかしこれ向かい風だな。ん？ゴールデンウィーク後半は山口県に行きます。諏訪の萩、長門、あ、例の携帯の裏技だそうです。今2つ回線持ってる状態なので片っぽを今月末で解約して。あ、後半山口県です、一人で。でもう一個の新しい方の回線は、あの昨日 Z さんに聞いて初めて判明したんですけど、ポタファイで使うためにはプロバイダーを SP モード、ん、何ツイート、どれでしたっけ。 SP モードは使えなくて、プロバイダーをモペラに変えないといきなり5月1日から使えないとこでした。つまりゴールデンウィークのその山口旅行に行った先でいきなり繋がらねえとか言いながら、あのツイッターすらできずに誰かに電話して、
すいません、私向こうでネット全く使えませんっていう連絡をした上で一人で旅行することになるとこだった。でもそれだったら調べ物もできないから下手したら帰ってきてたな。んこの間海沿い、そうですね、海沿い、いやまあ気に入ったのもあるんですけど、行ったことないところの続きを走ってつなげとくっていうことです。桔梗座好きです。ん桔梗屋、ん桔梗屋って何ですか。桔梗屋に行くっていう話が何かあったっけ。なんだっけ桔梗屋って。桔梗信玄餅の桔梗。そう、本当に最近紙地図持ち歩いてないんで。伸びる、伸びるってそこら辺に入ってます、入ってますかね。信玄堤、いや違うと思うな。でも信玄堤はあの武田信玄さんの偉業の一つでしたよね。あれってどこの川かな、この笛吹川。ガーミン持ってないの。あ、ガーミン持ってます。後ろで今ログ撮ってます。リツイートしたのは昨日の富士山写真のです。あ、富士山写真ってあの川口新道峠か。あれは恥ずかしいくらいの雪ですね。川の方何ぐらい下ってるのか。これ川どっちだっけ、登ってるのか下ってるのかよく分かりません。行動力、いや去年のゴールデンウィークは確か、あ違うか、あれ敦賀からどこまで行ったんだったっけ。敦賀から鳥取までが去年のゴールデンウィークかな。あ、半袖です。日焼け止め塗ってます。もう暑いの。うん、日向でじっとしてるともう暑いかな。本当に夏ですね。半袖ジャージでアンダーすら着ずに1枚だけです。山口旅行は何キロぐらいの予定。山口旅行何キロだっけ。200キロから300キロの間ぐらいかな。4日間かけて福岡の実家まで走って、で最終日は実家でゆっくりして、で飛行機でトンボ帰るつもりですけどね。あ、そう、半ズボンです。今日は、昨日はタイツプラス短パンだったんですけど、今日は短パンだけなんで、あの血粘センサーで空気の流れがよくわかります。実際これソロと感覚変わるらしいですね。おむつ買ってますがプロバイダーで繋がりやすいとかあるのだし。プロバイダーどうなんですかね。いや SP モードっていうプロバイダーだけあのドコモの端末じゃないとダメなんだそうです。ああ、私が知りたいって言ったのは、自的なあの肛門そのものじゃなくて、あのサドルに当たる周りの、まあ、筋肉じゃないや、なんて言うんだろうな、まあ、あの体の部分が骨とサドルに挟まれたところが痛くなるんですよね。あと何日も経つと今度はあの皮膚が痛くなってくる、擦れちゃって。北九州、ああ多分時間的に4日目に下関から門司港に渡ったあたりで、もう夜になって臨港って感じかなと思ってますけどね。まあ時間に余裕があれば下関、ん違う、門司港から福岡までは、福岡って古河市ってとこなんですけどね。あ、景色大丈夫ですかね。今日は160キロ BPS の設定。地方か、地方ってなんか少し内陸のイメージはありましたけどね。人に出会わない道だな。確かに人あまり歩いてない。歩いたら今日暑いだろうしな。あ、八木さんおはようございます。あれこっちでいいのかな、これ犬だ。おお、おお、危ねえ、突っ込んできた。あんなに接近してから突っ込んでくるなんて、溜めましたね、今の犬。残り2メートルか、そんぐらいになってから、ウォーとか言いながら突っ込んできた。やっぱ気に食わないのかな。例えば、あの犬、目が悪くてとか、近づかないと気に食わないやつかとか、飼わなかったとか。そう、散歩してるにはあんま吠えないもんですけどね。
車道はちょっとこの辺り狭いんじゃなかったかな。セリンか。そういや服の上から塗るってことか。うん、何見た。うん、クセ系の人間は、クセ系はちょうどよく見えてないはずなんだけどな。ヘルメットか割とこれあの覆う範囲が大きいヘルメットなんで。ん、犬が人間に。やだな。うん、直塗り。あ、じゃあ服との間でってことか。コンツアーの、あ、そういえば今日もユースで同泊した、大学生だか、まあ、社会人になったぐらいかの2人組もなんかコンツアー持ってましたよ。2人組の1人が行動力というか、こういうことずっとやってるからもう慣れちゃってるんですよね。特になんか今回もこれ旅って言えるかどうかは微妙です。ユースのメリットって何。ユースのメリットはまあ若干安いのと、あとは他の旅行者が集まるところですね。昨日はちょっと入るのが遅かったんであんまり人と話せなかったですけどね。そのバイクの人たちとも今朝話した。だいたい夕ご飯の時、あの夕飯でみんなで食べる時と、荷物は2000円ぐらいかかるんじゃなかったかな。そこそこの10キロぐらいの重さのものをダンボールに詰めて山口まで送ろうとすると、で今日とりあえずこれ川沿いに行って途中で道の駅に寄って、でその後しびれ湖に登ります。で降りてきたあたりでも午後だいぶ過ぎてるんじゃないかな。休みになると自転車に乗りたい症状が出るんですか。乗りたい、自転車に乗りたいというのもあるんですけど、他に趣味がないから何もしないで連休過ごしたりするともう自分に耐えられない。昔歌を歌うのはもうほぼ全国で一つか二つくらいじゃないですかね。私が知ってる範囲だと礼文島の、北海道礼文島の桃岩荘はみんなで歌うはず。で礼文島の隣にある利尻島っていうところでは強制じゃないけど、少なくともあのスタッフさんはミーティングの時間に歌ってた。うん、最近のユースはユースらしいところは減ってきてると思いますよね。休みにじっとしてるとよくやるけど、ん、北海道が自転車だと何何。自転車旅行する場所としては北海道はやっぱり別格ですね。景色がすごいし、泊まる場所もそんな困らないし。うわった。ただ20キロも30キロもあの自販機すらないっていうところがたまにあるから。リシル牛の、そうなんですか。あ、でも確かあれリシルはユースじゃなくなったんだっけ。どうだったかな。ニコ生の日野翔平ロボさんの方が楽しいです。ん、ニコ生の日野翔平って、そういうことか。私は日野翔平さんの番組はこの間あの BS じゃないやつでやってた予告編なのか総集編なのか、なんかそういうので見たことしかないんですけどね。 BS 見るあの設備がないので PS3 のトルネしかないんです。飛行機輪行できます。前は十何キロまで無料だったけど、最近はちょっと重量厳しくなって制限が、あとスカイマークとかだとプラス1000円かかるはず。ん、何を聞いた。ちょっと向かい風だとやっぱ聞きづらいな。私はこの冬吹川沿いであのウォームアップして楽に行ってから峠に登ろうと思ったんですけど、向かい風なもんで割と負荷かかってる。ルックは荷物高いよね。うん、ルックは荷物。うん、ルック、ユースは全国的に減ってるね。安宿は増えてるんだけど。ユースは、そうですね、ユースっていう携帯自体がそのユースらしさっていうのがなくなっていってるってことはもう。運賃、あ、
すみません、いらっしゃいませ。ゴロゴロしてる自分が好きですが。私休みの日にゴロゴロしてるとっていうかよくやりますけど、それやるとすごく打ちのめされます。精神的にもうダメだって気分になります。自転車で出てしまえばもうあとはそんなに何も苦しいと思うことないんですけどね。出るにあたってどこに行くかっていうのを考えるのと準備するのがすごく敷居が高い。あ、紅葉の時いいな。ミノムシ、そうですね。そろそろもうイノムシじゃなくなってきましたけど、お、キジだれ。島田さんも朝のウォーキング特に終わって、これから自転車で出るかどうかぐらいのタイミングですよね。9時過ぎか。あ、これで向かい風じゃなければ。あと昨日よりちょっと空が白い気がする。昨日より霞んでますね。ペース、いや、これはさすがに平地だからっていうのはあると思いますよ。タイヤは、そうです、1.5 です。そうそう、ホイール交換したらブレーキ足が はまらなくて、リムの幅って結構違うもんなんですね。ウォーキングはなんて、デコボコ、デコどこ、猫。昨日どれ下ってきたんだっけな。頂上の公園、あ、公園があるんでしたっけ、あそこは。勾配はそんなにひどくないですよね。最後にちょっと、お、ライコさんいらっしゃいませ。おっと、プロフィールマップで見ると、最後になんか勾配きついとこあったんですけど、本当にその最後の最後で、なんかあそこのしびれ湖っていうのは、なんか春名湖とかそういうのみたいに、山頂が吹き飛んでそこに湖が残った感じなんですかね。何の景色。お、あれは何ができ、あ、橋かな、新しい橋つくのかな。ちょっとじゃあ写真だけ撮っといて。ギムハボ随分違うんですね。あ、おはようございます。日和ですね。てか暑いぐらいです。昨日の気温がニュースによれば7月上旬の気温だとか言ってましたね。ん？何を超えたら集落が？あ、しびれ湖の話ですかね。ててなんか手も痛いな今日は。なんか手のひらのあたりもちょっとヒリヒリしている感じがする。昨日妙にダメージ受けてる。町会議、何それ美味しいの？町会議、あ、でもなんかいろいろニュース見てると、町会議ってのはニコ動のいろんなジャンルが今バラバラになってるのをとりあえず集めてみてどうなるかみたいなことを試すっていう感じなんでしたっけ。で10万人20万人集まっても赤字で、30万人まで来ると対応できないって、あちこちで今引用されてるな。あ、おはようございます。喋りながら走って口に虫入らない？口に虫入ってもまあ大丈夫です。私はそんな虫食に対して口に虫が入ったらもうダメだっていう人間ではないんで大丈夫です。まあ喋ってなくても入ることありますけどね。待たされるんですか、あれは。ほら、冬木川サイクリングロード。文化祭。ああ。町会議行かないの。私は、ニコ動、ニコ生っていうメディアに対して、のめり込んでるわけではなくて、あ、ホイール壊れたあの人は、車で、通りかかった車の人に駅まで乗せてもらったそうです。走りながら。水分補給にはあまりならない。30分延長しました。
あ、そうだ、また30分になった時の延長失敗した気があるかな。9時半になって、毎回言ってますけど9時半になって放送が終わったように 見えてもまだ続いてますんで、私の方が再開処理をするまで 2,3 分待ってから再接続していただくと多分続いてます。自分も車載があるからニコ生見てる感じです。やらなきゃ。本当になんか実験的なイベントらしいですね。なんか来年もやるかどうかも決まってないらしいし。いい人ですよね。あ、ただあの Z さんのあのエピソード聞いて、その車に乗せてもらったっていうのを聞いて、考えてみたらあんな山の中を、山の上の方を自転車を肩に担いで歩いてる人がいたら、しかももう暗くなってきた中、それは声かけますよねっていう気がちょっとしました。昼間ならまだ私ももう暗くなってきてましたからね。で、私も Z さんはブルベの人だから大丈夫と思ってあの置いてきたんですけど、よく考えたらあれ担ぐっていう話だったんですよね。自転車担いで11キロ歩くっていう。うん、アボランチェの人いらっしゃいませ。それでだいぶ下ってきてから、あ、そういえば担ぐって言ってたっけって気がついて、で、あのダイレクトメッセージで、さすがにそれは厳しいと思うんで荷物にくくりつけて運びますよっていうのを送って、また登り返したんですけどね。で、20分ぐらいかけて登ってあの現場まで到着したけど、いないじゃないですか。で、ツイッター見たら8分前に、私がそこに着いた8分前にあの車に乗せてもらいましたというツイートが Z さんの、うわーとととと、のツイートがに気がついた次第でございます。私はあの時まだ押していくっていう認識だったんですよね。あの破損状況分かってたのに、だもんで後で気がついて戻ろうとしました。あの後の祭りだったけど、こう？私の自転車だったら、あのパニアバッグの両脇にホイール1個ずつくっつけて、で、まあフレームはその体に通すとかして、三角の中にあの首突っ込んでいけないかなと思ったんですけどね。いや、絶対あの時あの私は担いで歩くという認識がなかったです。全然気づいてなかった。これじゃ押していけないねっていう言葉まで出ていたのに、なぜかその認識がなかった。今日はまあ夕方ぐらいまでやってると思います。電波は割とあのエリア、フォーマのエリア地図上だと全部あるはずです。まあどんなかわかんないですけどね。シビル湖は観光地らしくて、そこだけフォーマのエリアのスポットがあります。買える口実が、そういう考え方もありますね。ほったらかし温泉昔入ったことあります。うわ、ダートか、あれ、どうしよう、あ、上に上がれるのか、いや、でもない、ここはあれ、もしかして橋渡らなきゃいけなかったのかな、どっかで。いいとこだ、半分ぐらい押して半分ぐらいはタクシーかなと考えてました。あ、タクシー、なるほど。ほったらかし山の上ですね。まあそれが特徴なんですけどね。体重、あの下る時のブレーキで出る熱がやっぱりその体重とかに左右されるっていうのはあるのかなと思いますけどね。この道行き止まりだ。あそこ橋が見えてるけど、あそこまで行けない、地図上。途中川が、ここは誰も来ないですね。で、さっきからの基準の鳴き声がすごい。あれ何アルプスだっけ。南アルプスか。行けるでしょ。交差が待っている。カーボン熱に弱いとは聞くんですけどね。話からすると今爆発したんですか。あ、おはようございます。そんな感じだと思います。よっと。Z さんが気づいたというか、あのフレームになんかする音がし始めたんで、すぐに止まってあの調べたら、ああいうふうになってたっていう。南アルプス。南アルプス市でしたっけ。あ、30分になったか。
数百度来ただけ、どうだろう、接続電波いいから大丈夫かな。また基地の声、配信が終了しました。失敗詐欺来たこれ。あれ、お待ちを、お待ちを、はい、時は動いている。この一瞬の静寂がたまらん。はい、で10060設定にして、一瞬延長失敗かと思った、わらわら、よっと、 OK、 延長2、うん、よし、来た、お待たせしました。またあの、OK、あの終了判定間違ってしてしまった状態でしたね。サボツ、うん、サボツ、チューブの空気が、ああ、内側から破壊されたってことになるのかなとすると、飛行疲れたみたいに。さて、じゃあちょっと私は戻ります、ここから。あの、行き止まりに入り込んでしまったので。うん、明日は放送せずに、明日しないしない。っていうか、結構今、あの、体にダメージきたんで、明日も走ったらゴールデンウィークの後半に差し支えそう。まあ一日仕事が挟まるから大丈夫ではあると思うんですけどね。まあただあまり遅くなったら安宿に泊まったりするかもしれない。今日はといっても明後日はどっちにしろ走んないですけどね、ほとんど。おお、気持ちよさそうな、今日は天候最高ですね。ホイール、私はホイールはあれ使い方の悪さってことになるんですかね。リムがブレーキで削れてしまってへこんで、単なる寿命だとは思うんですけど、使い方が悪かったかな。私は峠から下るときに結構ブレーキシューとリムの間に小石みたいなのが挟まってガリガリ言うことが妙に多い気がするんですよ。ブレーキをかけると普通はなんかスーというかシューというかそういう音がきますけど、なんかガシャーって音が少ししてしばらくするとその石が砕けて砕けてまた元の音に戻るんですけどね。そんなに挟まるのはなんか普通かどうかっていうのが気になるんですよね。だから峠から下るときは変な音がし始めたらできるだけそれがすぐ外れるようになんか強めに何度かギュッギュッと握って離して繰り返して、それでまた元に戻すって感じなんですよ。高い、いや、リムの攻撃性、リムを削りやすいってことかな。シマノの乗り始めた頃、下関から実家ってのありますね、初期の頃に。その時は太平洋側のを走ってました。これはなかなか厳しそう。うん、太陽が、私はV ブレーキで、XTR タイプの、なんていうんだっけ、本当にブレーキの樹脂だけを交換できるタイプのやつを使ってるんで、それは太陽側のあるかな。太陽側な、どういう名前なんですかね、あれは。延長失敗詐欺にやられた。失敗詐欺に、毎回申し訳ありません。環境の問題なんだろうな、これ。これから峠ってまだしばらく先です。
どのぐらいだろう、2、30キロぐらいは川沿いに行くんだったっけ。そんなないかな。磨いておくとっていうのは州の方かな。あ、そう、カートリッジ式だ、そうそう、その言葉が出てこなかった。じゃあこれしばらく車道沿いに行くか。リム、あ、本当ですか。この車道は車多いですね。あの甲府の市街地からは離れた、あの甲州街道とは別のまた幹線道路ですね、ここは。太陽が、そっかそっか、よっと。これは配信でも見えるかな、あの南アルプスの山の白いやつ。うん、太陽が、接触のリニアブレーキっぽいですね。リニアブレーキっていうのかな、なんかリニアモーターの原理を利用したような。その場合はリムとブレーキそれぞれどういう構造がありゃいいんだろう。まあ、あとあの普通にディスクブレーキにするっていう手もあるんですよね。リムも、リムというかホイールも、ディスクブレーキ対応になったんで、これでディスクブレーキと V ブレーキ共用のやつです。今買ったホイールはフレンドブレーキ。お、なんか落ちてる。クローズって書いてあった。コンビニとかで売ってるあの分厚い総集編漫画みたいなののクロースかクローズって書いてあった。あ、市川大門で、まあ、市川大門まで11キロぐらいか。それの少し先ぐらいで曲がるので、うん、放熱性が、そうなんですか。あ、そうか、リムだとあの本体がでかいけど、ディスクブレーキ のディスク自体は薄いから、回生ブレーキあるといいですね。ズロース、あ、おはようございます。今日は気候は最高だな。体にこんなダメージがなければ。あ、でも尻の痛さもそんなに気にならなくなってきた。ほぐれてきて。車この道多いです。この辺り、甲府の辺りっていうのは、あの、東西の交通の車が必ず通りますからね。ん？左にタワー？これかな？あれ？これは、これから向こうに向かってああなってるから、ん？甲府タワー？あ、あそこの丘見えますかね。あの丘のとこにあの電波塔が林立してるんですよ。あれ確か大宿峠に登るときに見たやつだ。ちょっと今日知りやられてます。よ、これに関して言うと、ここの現場のためだけに川の向こうから引っ張ってきてる線みたいですね。ここに来たっきりどこにも他に繋がってないんで。で、あそこは確かあのなんか放送局のタワーとかがいっぱいあったはず。あれなんていうとこだったっけな、なんとか山、腰浮かせで、うん、最近なんか立ちこぎあまりしてないんですよね。峠登るんだったら私はほぼ立ちこぎばっかりだったのに、うん、変な動き、私が滑るから見ると大体変な動きをしてる。川の中に入ってたり、それ境川の、ほぼ境川のネタですね。神奈川県の境川。あ、でもこの間金曜日まではこんなに天気が良くなるって信じられないぐらい天気悪かったですよね。週末といったら大体雨だし、金曜日もずっと雨だったし、で昨日土曜朝出てくる時もまだ朝は曇ってたんで大丈夫かなと思ったんですけど、こんなに暑くなるほどになるとは思ってなかったです。
広めの歩道だからこっちに行かさせてもらいます。てか今ここはサイクリングロードはないのかな。体が、ああ、これからは、私は個人的にはそう思います。本当にそう思ってます。私は寒いのが苦手なんで、冬場に自転車で走って夜になるともう背中が寒くて寒くて、簡単に風邪ひいてしまいます。もう、あ、サイクリングロードっぽいのが、いや、ただの歩道かな、あれは。そこほぼんちは夏はかなり暑くなりますよ。この辺り峠が多いんでよく峠登ってから降りてくるんですけど、例えば標高2300-2400ぐらいの大だるみ峠から下ってくると、夏の温度差どんぐらいあるんだっけ、10何度、20度はないか。上じゃ肌寒いのに下の方だともう酷暑っていうのはよくあります。本当に甲府は夏は暑い。のがいいな。車多いね。車でもさっきよりはだいぶ減ったような。向こうに渡ることができない。夏暑いからいいブドウができる。暑いとブドウが、その甲府盆地のあたりはってことですね。はい、ラーメン、確かに。まあ、作るまでが寒いんだけど。今は短パン半袖で走ってます。ほぼ真夏の格好。ほぼというか完全に真夏の格好かな。半袖、短パン、指出しグローブ、マイク。背負うと、私は多分耐えられないですね。自転車乗り始めた頃からずっとバッグに荷物を積んでた人間なんで、背中に背負うと多分すぐ尻に来ると思う。あれ、渡った途端に道がない。あれ、砂利道ももうそこで切れてるように見える。一応あるか。なんかでもこの辺りは食い物を探すのに困るような場所じゃないですね。まだ山の中じゃないから。三大盆地、甲府と京都とあとどこだろうな。盆地といったら米沢とか福島のあの辺りは違うのかな。釣られたの？釣られた？鹿沼から見る甲府盆地の夜景は最高。甲府盆地、昨日私も甲府盆地の夜景少し見ました。鳥坂峠っていうところから下ってくるときに。花野さんはまだいるの？花野さんはもう昨日お帰りになって、さっきコメントがありました。あれ、ツイッターの方でだったっけ。で、Z さんはツイッター見ると今日は予備の重たいホイールを使って荒川でも走ってくるかみたいなこと書いてましたね。途上？途上は何でしょうか。おお、また記事だ。イスラエル？あれ、世界って言ってましたっけ。あ、今ここ死んでますか。どれ、あれ、オフになってる。今オンにしました。あれ、なんで今ここも確かオンにしなかったっけ。
ずっとキジの鳴き声がしてる。マイクに入ってますかね、キジの声。あのガワンガワンっていう感じのちょっと金属っぽい音。ハダナさんってアメフトに行った人？ん？ハダナさん、ハダノさん。昨日一緒に走ってたハダノさんです。用事がなければ一緒に走りたかったナーラ。あ、ナーラさん、あ、そうか、この資格、お資格ですね。お好き、お仕事ですか、今日は。ん？何に小石が挟まる？さっきのブレーキの話かな。おはようございます。今日はサイクリング日和なんで、皆さんもこんな放送見てるので走った方がいいですっていう矛盾したこと言ってますけどね。でもゴールデンウィークとかずっと放送しててずっと見てくれてる人には悪いと思うんですよね。ゴールデンウィークで本人があの旅行するチャンスなのに。まあでも旅行趣味ないけど放送見る趣味あるって人だったら別なんですけどね。ただそれだとあれか、私の本来の目的にはそうないリスナーってことになるんだ。ん？しびれ子です。しびれ子です。いや、本当にしびれ子で当てたっけ？確か調べてしびれ子だっていうふうに確認した覚えはあるんですけど。マラソンって水かい？確か、穴だけ走ってる時に、マラソン水を全然深くないです。このマラソンタイヤのことですよね。ホイールは。これはフルアルミだろうから、アルミだとか、スポークは黒森っていうか、鉄なのかな。これは多分熱ではどうにかはならないと思います。熱でどうにかなるんだったら多分ブレーキ本体側の方がどうかなるんじゃないかな。今日パンクの予定は全然ない。マラソンにしたからこの先一生フリー、あのパンクフリーですっていうのは多分言い過ぎですけども、そういうトラブルがないようにするためにこの重いタイヤを履いてます。コーディングだからベイ、あ、米ってことか。そうか、見てる人というか。松姫、お、あ、木端さん。松姫、そういえば今日はあのバイクでこっち来てた人が、あの、ユースホステルで、奥多摩の方に行こうかなとか言ってたんで、松姫峠経由を進めておきました。甲州街道大月まで戻って、山越えていく松姫峠っていうのがいいですよって、独断と偏見で、聞かれてもいないのに。ああ、私は平日自転車乗っています。あ、平日に専用です。いや、BBS のダッシュをホイールにしよう。こっち側かな。あ、そっか、超会議、そもそも超会議の放送っていうのはどういう放送なんですかね。超会議ってだって全カテゴリー同時に見られるわけじゃなくて、結局カテゴリーごとに分かれてはいるんでしたよね。ん、どちらがいいと。ああ。確かにある程度軽さを求めてパンクのリスクはもうあの受け入れるっていうのもありだと思いますね。私はこのホイール2個持ってみて、ここまで重くする必要あるだろうかってちょっと考えてしまいました。パンクしにくいとは言っても本当にあの輪行の時にホイール持つと重さが分かるんですよ。体調崩していて遠出は無理だな。体調崩していて、ああ、そろそろ飲み物補給しなきゃまずいな。何も買わずに出てきてしまいました。今あのボトルはあのホームボトルとあとペットボトルの空っぽのがあるんですけどね、何も補給せずに出てきてしまって。サイクリングの放送に超会議とか運は人手が多いから飛行するのが正解。グー、あ、ゴールデンウィークってことか。グー、マーボ豆腐は飲み物です。飲み物、私は辛いの苦手なんですよ。マラソンは嫌いじゃないけど、ノーパンクタイヤにしよう。この間川崎ラゾーナっていうところのとこにいろいろあのバッグとか買いに行ったんですけどね、仕事用の。あそこの、あそこの、あのフードコートっていういろんな小さい店が固まってるあの食べ物屋さんクラスターみたいなとこで、でなんかあの担々麺があったんで食べたんですけど結構辛かったです。まあそれでも食べましたけどね。ん、通勤リストってあのあれもパンクしにくいんでしたよね。放送してる、なんか車載クラスターは町会議のどっかの場所に一部占めてるんでしたよね。
鳥の声。本当に昨日放送せずに GoPro だけで録音してるとき GoPro だけで録画してるときにちょっとこうやって途中で止まって休憩するときに鳥の声しかしてないような山の中で一瞬ボケっとするのを繰り返してました。だから映像上から見ると突然なんか映像が首が動かなくなって、で録画してる人間も黙りこくってしばらく固まってしまうっていう、ちょっと説明加えないと意味がわからない状態になってました。言われたことは、いや自転車乗ってる人から声かけられたことは何度かありますけどね。サイドが、私もロードランナーっていうのを使ってる時にはサイドが結構避けました。でサイドがゴムのタイプにしたらまだマシになった。超会議には自転車絡みの話はないですよね。車載は車車載としてなんか展示してるんだったかなんだったか。料理カテゴリーは確かありますよね。自転車で乗り込もうとしたら多分制止される。制止されても思いはさず強引に乗り込むと言ってもあるのかな、 R みたいに。ニコトのカテゴリーって本当に次オールコンテンツ、あれはとにかく全部のカテゴリー、ま、集めてどうなるか見るってことじゃないんですかね。確かに歌い手さんとかあのあたりの話はなんていうのかな、芸能人的な本当に純テレビみたいな感じですよね。ですよねって見たことないんですけどね。レガシーコンテンツ、もうそれ塩漬けが大変なんですよ。会社の仕組みとかだと、会社のシステムとかだと、もうサポートしてないというのに、そのベースになっている製品がサポートされていないというのに運用を続けなきゃいけないという。劣化テレビ、あ、そうか、すごいスピードでしたっけ。究極超人あるネタです今のは。爽快感は特にないですよね。甲府市に入ったってことは、そうか、あ、伊沢温泉は笛吹市か、甲府市じゃなくて。多分そうですよね。これは何工場、甲府市抜けた、中央市に入った。この中央市って名前もちょっとあれですけど、そう純テレビ的な芸能人的な意味での世界もあるだろうし、明日はドコモの回線の手続きとか、ゴールデンウィーク後半に向けて荷物を先に送ったりします。今の工場何でしょうかね。なんかガシャコンガシャコン言ったりシューって言ったりしてました。あ、いなし、してます。高遠からどこまででしたっけ。高遠からいなしまでだっけ。高遠には白跡と饅頭しかないって本当に見てたやつですよね。私も高遠では白跡と饅頭しか見てないですけど。実家帰省、ゴールデンウィークはもうそれに近いことになりますね。山口県から福岡の実家まで、あ、結構手に来てるな。しびれはしてないけど妙になんか手のひらが、あ、シャトレーゼだ。うわ、一貫段差見てなかった。シャトレーゼの店って どの店も全て工場直売店ですよね。
なんかあの工場直売店っていうから特別な店なのかなと思ったら、実は全部そうだっていう。都会の工場の前で堂々と言うもんじゃないか。シャトレーゼ工場、お金に、お金は絡まないですね、趣味の上だと。何のトンネル、麺つゆ、あ、さっきのところ、あ、食品関係なのか、さっきのは。手のひらしびれはあのずっと体重かけてると、あの神経が圧迫されてしびれ始めるんですよ。猫投げる、猫投げは確かナルシマフレンドでしたっけ、ブログで炎上したんでしたっけ。それにしたってなんかあの私は猫に対しては可愛いとは思うんですけど、可愛いからって特別扱いするのもちょっとどうかなって思うんですよね。例えばまあそう、猫虐待っていうのもそうですけど、虐待自体はあもちろん良くないことだと思うんですけど、猫虐待したから人間虐待したのと同等に叩かれるっていうのもちょっとなって思いますね。猫は可愛いけど動物では動物なんだから、結局は猫だけがあの別格なんじゃないと思う。あのハンガンビーキっていうのかな、嫌われ者の生き物に対して愛着を持ってしまうっていうのもちょっとありますね。クモとかペットは家族、それもまあ、新車関連の有名な人だったってことかな。あのみんなで一斉に叩く風潮っていうの自体を私は嫌ってるという、それもなんか別にわざわざ嫌ってること言わなくてもいいだろうっていうのもありますよね。すいません、今コメントがだいぶ聞きこぼしました。すいません、 G は私はやつも生き物として別に特別に悪いやつだとは思わないんですけど、個人的には苦手、ただし苦手じゃなくなりたいとは思ってる。何の人、あ、そう、菜の花畑って黄色かったですよ、瓦が一面。ちょっと見えるとこまで行こうかな。いや、哀れみ、そう、ゴキブリ別に実害はそんなにあるわけじゃないですよね。そのむちゃくちゃ汚い生き物っていうわけでもないし。ネットは、そうですね。人を叩くこと自体が気持ちいい人っていうのを自覚せずにやってる人も多いからなと私は思う。あれは畑なんですかね、菜の花の。そう、じ、子供の頃のなんかトラウマみたいなのがあって、今、あれ今ここ出てないですか。あれ、あっち八ヶ岳でしたっけ。あれ、そうか、八ヶ岳か、アルプスじゃなくて、あれ八ヶ岳だったかな。八ヶ岳ってあんな形でしたっけ。南アルプスですよね。八ヶ岳はこっちの方ずっと行った先じゃなかったっけ。あれ、いや、あっちか。あれかな、足高山。足高山ってどこでしたっけ。あ、足高雲ですね。そう、あの人大きいですよね、足高雲。あの人はあのゴキブリの天敵だと聞いているので、個人的に応援したい足高さん。いつもの高橋雲だか足高雲だか分かんなくなる。足高雲ですよね、確か。お、あ、ダメですか、今ここ。ちょっと確認します。あれ、またオフになった。なんで、なんで勝手にオフになってる。鬼雲じゃないの。鬼雲、鬼雲っていうのありましたっけ。あと雲の中でも、メスのが来る。そうなんですか。つまり超攻撃的ってことかな。ん、あそこのなんかバイクの原付の人がエンジンかからないっぽい。すぐ目の前のが南アルプスですよね、多分。八ヶ岳は向こうの方に霞んでる、あれかな、かすかに。あ、なんかキックしてましたよ、ガッチャンガッチャンって。あ、ダメだ、
結局なんか惰性で。長島さん、走る予定ですか？連続で今日はもう一日中に近いんじゃないですかね。ただこのペースで行ってると甲府まで戻ってこれないな。まあ身延線から臨行してもいいかな。おっと、助けてあげよう。ん？さっきの原付の人、私の力不足で助けてあげられません。でもあの人ヘルメットしてないな。結構原付でヘルメットなしっていうのは割と見るような気がする。菜の花と、そうですね、春っぽい。 Z さんは原付だと車乗せるのも結構大変そうですよね。トラックとかじゃないと。ノヘル、うん、やっぱそうですかね。ネットは今義務化されてるんですよね。まあ、近所移動するだけだったら割と被らない人もいるのかな。うん、自転車感覚、あああるでしょうね。あれ三鷹の湯ってあれはほったらかし温泉みたいな写真があるけど、あれほったらかしとは違うのか。ほったらかし温泉っていうのは山の上ってわけじゃないけど、まあ、山の中腹に新規に作られた温泉で、あの湯船の端っこがもうすぐ、まあ、崖というか斜面になってて、甲府の夜景がすごい綺麗なところです。私は自転車だから夜行ったことないんですけどね。 DQN、 納豆飯とレトルトカレー、健康のためには納豆な気がするけど、レトルトカレーの方が美味しいと思う、個人的には。カレー万能ですからね、何にでも合う。あ、納豆カレーもいいですよ、本当に。私はココイチの納豆カレー結構好きです。意外と合うなと思って。終わりましたか。で、あそこに道の駅があるのであそこ寄っていきます。歩行者あんまりいないですね。あれ、夜に今は止まったままなのかな。時間は、うん、まだ余裕ありますよね。で、止まってますか今。ん？それ？あ、止まってる。サーバーエラーか。あー、終わった。ウプスもよろしく。更新したら真っ暗闇に。いや、この程度で終わるロボさんじゃない。通常やだ。プリマイサーバーエラー。もう一回やってみるか。なんだろうなぁ。あ、なります。それが嫌ないと思うけどな。ダメだなぁ。やっと。すいません、ダメです。 FML ダメです。というわけでまた通常配信です。ダメだ。このエラーはなんかマシン再起動してもダメなんですよね。すいません、通常配信です。こうなるともう映像的な品質がむちゃくちゃ落ちてしまう。シャトレーゼだ。すみません、後で何かのタイミングでまた試してみようと思いますけどね。
残念。臨場感が全然違うんですよね。音質は、あ、ですかね。ビトレとかは多分通常橋の方が高いかな。何か原因なんですかね。原因わかんないですよね。少なくともサーバー側に何らかの状態の変化があると思うんですよ。え、サトレーズ甲府にあるんですか。あ、今ここまたダメか。そろそろ早いな。もうちょっと経ってから、あの様子見で。さて、じゃあ水分補給して、あとはなんか甘くて冷たいものとかあったら食べようかな。シャトレーゼの なんて、いや、パソコン自体は再起動してもダメなんで、多分なんかこの放送自体のステータスがなんか変わってるんだと思うんですよ。かどうかも本当わかんないんですけどね。あ、ガリガリ、橋渡った。あれ、またオフになってる。今ここはなんかすぐにオフにされてる。なんでだ。冷やしカレー、冷やしカレー。ん、今ここ、ちょっと待ってください。今ここの、あ、今ここアプリが死んでる。今ここアプリが落ちてる。再起動しなきゃダメか。アプリ自体の状態だったみたいですね。カレー、いや、食ったことないです。あるんですかね。ありそう。送信しようとすると今落ちてました。今ここアプリが送信中。あ、落ちた。なんだこれ、サーバー側の問題か。サーバー側の問題でアプリ落ちるかな。色、このウェブカメラですかね。どうだっけ、してたかも。今ここが死んでしまう。石地、まあ、洗濯機に掘り込めないと思うんですけどね。サバかな。冷水茶漬け。 iPhone 再起動時間かかりますよ。今どの辺かっていうと、道の駅豊富っていうところです。山梨県中央市の道の駅の笛吹川っていう川沿いにあります。で、なんだこの車の多さ、よく見たら。ん？ iPhone が、あ、やっぱり死ぬな。ちょっとアプリがダメなのかサーバーがダメなのか分かんないですけど、今ここすいません、出せないみたいです。持ち込むか、持ち込んでます。はい、あ、わかりました。はい、さあどうしようかな。混んでる、ほんと混んでます。お、シルクの里って、これちょうどソフトクリームの前に駐輪場があるな。ちょうどいいな。で、納豆工房仙台屋、納豆工房仙台屋という自販機はあれなんですかね。ヘビうぜえって、あれでうぜえと思って、どんだけ短気なんだ。短気というか、うぜえと言いたいだけなのか。納豆は水戸ですよね。ちょっとまずは、ちょっとこの前におかさせてもらって、よし。トペイさん、納豆自販機見てみよう。うわ、本当に納豆売ってる。すげえ。ですね、映るかなこれカメラに。大粒納豆、ドライ納豆、カイコマ小粒納豆、納豆汁、わさび納豆、梅たっぷり、北海カップ、八ヶ岳カップ、国産ひき割り、食べるラー油、食べるラー油の納豆、国産大粒、納豆ドーナツ、キムチ納豆、国産小粒、国産 100% 大粒、納豆茶漬け。すごい、納豆ドーナツって。冷蔵効率は、数に。え、見たらそれ、え、これ納豆？おにぎりじゃないのかこれ。納豆汁は飲み物。すごいな。納豆ドーナツは惹かれるけど、
380円10個分ぐらいはちょっと食い切れないな。仙台屋って店舗が三茶あたりにあった。仙台屋、これなんですね。こっちが本社ってことかな。あとハム屋さんもあります、何ハムって書いてあったっけ。納豆、いや、この店だけだと思いますけどね。納豆工房仙台屋、ちゃんとあの手先袋も置いてある。じゃあ、あ、ツバメ。肉の日じゃないですか。あ、今日肉の日か。あ、本当だ。肉の日、2パックでなんて書いてある。入り口であのフライパンで焼いてますよ、もう。これちょっとヘルメットそのまま中に入るのあれなんで、ちょっとソフトクリーム買ってくるのでお待ちいただいてていいですかね、皆様には。あ、そうか、その間これスピーカーの線外しとかないと。周りの人聞こえっぱなしですから、これちょっと引っこ抜いとこ。じゃあ行ってきます。あ、吉村さん、ちょっとタバコ吸っていいですか。買いましたよ。1万円、1万円も使っちゃった。え、信玄餅って高いっすね。6個でだって960円ですよ。ワインが、ほら、嫁の女が好きなんで、ワイン買って。味は好きだろ、辛口だ。赤がいいですよ、赤。赤が甘口と辛口中、切っちゃう。辛口で、もうよく、わかんないけど、いいよ、辛口。どういう感じですか。これはさ、お茶に行くわ、サビがいいんですか。いや、もうほら、二度と来ない。本日も道の駅の旅をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。お相手のお客様にご案内いたします。本日29日は、日本のみといたしまして、よいか飛行機においては、内桜航空の制服も、国指定でございますが、太平洋のマラと、つまみ、5万円、以上の品を2パック700円、あ、そうですか。両方合計いたしますと、700円から1200円相当のものを700円で販売します。
ちょっとマイクまだ話してます。これで放送状態に復帰しました。戻ってきたら周り人がいっぱいいたのでびっくりした。餅好きでございます。これでいいかな。よし、じゃあこれでソフトクリーム買ってきました。味噌ソフト、うん、納豆何何今ここなんかダメみたいですよ。アプリが落ちてしまいます。繋ごうとするだけで。なんで味噌ソフト塩キャラメルの味がしますって書いてあった。奥さんじゃないです。特に焼きを見てないんで。よっと味噌ソフト、そうですね、カップに下まで入ってるんで割と小さく見えるかな。いただきます。うん、ああ確かに塩キャラメルと言われるとそうだな。白味噌が使ってるらしいですよ。うん、そう白味噌、うん、ちょっと座っていただきます。ああでもうめえ、喉が渇いてたからちょうどいいな。うん、でなんか茶色い粒々が入ってるんですよ。あ、やっぱこれ味噌の粒だ。味がする。あとあのシルクソフトっていうのとリンゴソフトとあとイチゴソフトがありました。あ、他の人もってことはやっぱサーバーか。そうか、そういう確認方法があった。うん、白味噌に、そうですか。私は福岡のあれは白味噌だっけな。私実家は福岡なんで。うん、車いっぱいだ。車いっぱいですね。ここは道の駅豊富、あれ豊富でよかったっけ。富岡じゃなくて豊富で、山梨県中央市甲府市のちょっと西側ぐらいじゃないかな。ここは道の駅です。道の駅豊富だったと思う。ここに来たの初めてじゃないかな。サバ味噌、うん、サバ味噌、白味噌、そうかな。ツバメが飛んでるともう初夏って感じですよね。昨日もあれどこだっけ、八王子の乗り換えの時だったか高尾だったか、高尾か。お、巣作ろうとしてますね。そうか、それ私も過去に何度も頭の中でリフレインしてます。迫る初夏、赤味噌、うん、ツバメです。ツバメが好きあらば巣を作ろうとしてさっきからこの辺りを飛び回ってます。また来た。ツバメは黒鳥です。え、黒鳥なんですかあれ。栗の鳥、名古屋人の味覚、名古屋赤味噌でしたっけ。今気がつかなんてまた聞き落とした、すいません。うちはポーク専門なんで他のお肉はないですって言ってた今、あの試食のとこの人が。ツバメをスカイラークですね。もうツバメは本当にあのなんていうか生き物として結構かっこいい部類だと思うな。あの私はトンボとかツバメとかが、うん、すいません、ちょっと喋りにくくなりました。黒鳥、あ、確かにそうだな、生地っぽくもあるな。なんか生地がそうだったような。うん、ツバメの巣あまり食ったことないんですけどね。一遍ぐらい食ったことあったような。あったっけ、なかったかも。うん、唾液で固めてあるんですよね。周りが、うん、ああ、なんか、なんだっけ、
この手前目が赤いな。野鳥捕まえるのもなんかまずいんでしたよね。そめなんかほらあんまが赤いじゃん。どうしたの？ケツアラどこだ？コスタリカか。どうでしょうね。あのケツアラ取ってたのは。この前のメグシさん。そうそう。ライトの台座っていうのは、ライトこっちのライトですか？これ？これ？なんだっけ？これはライトの台座で、ライト台座に、うん、今ここダメみたいです。にあのボトルケージ用の、ボトルケージ用の、あの空気入れホルダーを流用して、これあの静岡の春田さんっていう人のホイール、はい、これでいいかな。私はソフトクリーム食わしてもらいます。うん、これがありがとうございます。といってもあの注文が集中すると個人で対応できなくなって、皆さんどんどん注文してくださいねとはなかなか言えない。今は懐中電灯用のリーダーが売ってるからそれ使うといいよ。懐中電灯の、もうやばいと思います。ただ今のところまだあのガタガタなるようなものじゃないんで。んフレーム、うん、いや私のところには全く来ないです。そういうことすらもう完全に店の信用がなくなりそうですからね。うん、ゾンチャスです。今までのホイールいくらしたか、オーバーホールの中に入っちゃったんでね、料金が一緒くただったんで分かんないんですよ。うん、多分見た目的には今までのよりもあの高級になってる。さてじゃあちょっと、あ、そっか、ポタファイが取り出しやすいように外に出してる。うん、オーバーホール店に依頼してホイールとか全部交換して9万円で行ってしまいました。あ、ちょっと肉試食で混んでて入れない。これ捨てたいんですけど。肉うまそうだな。ロックアウト、あ、ロックアウト機構ないですね、確かに。ん？正面か？ん？いきますね。あ、やばい、読み上げが。すいません。ん？掲示板どうかなってるんですか？海はここにちゃんと捨てる場所があります。あ、今ちゃんと録画は続けるかな、 GoPro の方は大丈夫か。続いてだから一口試食させてもらおうかな、放送しながらだけど。ちょっと読み上げは、あ、買います。あ、もらっていいですか？聞こえてないな。いただきます。うん、うん、ないてか油がとろけるようです。焼きたてのなんかこの名物の豚、うん、甘い。うん、豚肉です。うちはポークしかないっていうふうに言ってましたから。丸ぞっき、あ、丸ぞっきやりましたね。ん、今日も帰る予定です。うん、ゴミなのどうしようかな。うん、懐中電灯スレってありましたっけ、自転車アイランのとこですよね。山梨の豚はなんとかポークって結構あちこちありますよね。うん、飲み物というか溶ける肉、ああ
あの霜降りとかですね。あ、すみません。キムチとご飯勧められたけど、ちょっとご飯的にはきつかったかな。明日は峠。飲み物売ってるところで自販機しかないかな。あの1リットルのパックあるといいんですよね。そう、肉の日。今日もう紫外線今日かなり来てると思います。今日も日焼け止め塗ってきました。ちょっと待ってください。じゃあ。コンビニ探すか。コンビニの方があの1リットルの紙パック置いてあるんで。コンビニ道の駅繁盛してるを繁盛してますね。あれファミマが目の前に あった。検索するまでもなく目の前にあった。じゃあファミマで買ってくるか。飲み物はうん、トピック結構スモールパーツいっぱい出してますよね。スモールパーツってつまりその補修パーツというか。秋南半球か。紫外線が？じゃあちょっとトイレ借りて。うん、紙パックの方が安いし、あのペットボトルっていちいちプラスチックもゴミが出るんで気に食わないんですよ、やつらは。アンシスコープ。紫外線って危険ですよね。紫外線はガリガリ君タイムクルー6個のコーラーキリンのやつか。いかがですか。おいしいですよ。おっと、あのさっきのとこ置いたままトイレ行ってくれよかった。今特保がなんとかって言われなかったっけ。やっと暖かくなりました。スモールパーツって店頭で買える、スモールパーツは店頭だとあまり置いてないと思いますね。いや、キャットアイとか結構見ることあるから、トピークもあるかな。ん？何解禁？サングラスしてないです。今までのところ支障はないと思うんですけどね。じゃあちょっと匂いってきます。あ、特報のコーラって、あ、あれか、最近なんか会社の人が買ってた。じゃあちょっとトイレ行ってきます。置いとく場所が見つからない。あ、いいや、これで。マイク胸につけたまま移動してしまった。戻りました。デザートって。
今の音で。ピンシング。ビッグエン。さあ今リトルジョーでした。よっと。じゃあちょっとトイメンのファミマ行って飲み物買って。見え？よし。リトルジョー、ジョー。30年。私は今40過ぎたから30年ぐらいはまだ乗れると思いますよ。あの体なんか故障がない限りは。おお、セイラーグループ何時まで乗りたいですね。今の意味どっから泣いてた。ゾロゾロ人が出てくる。うん、電動アシスト、うん、その頃電動アシスト、ま、さらに進化してるでしょうからね。ゾリン、あ、そうだ、FMLA 試してみるか、泊まりついでに。うん、消毒殺。50だったらまだ本当にレースに腰、ん？何で腰が大丈夫ってことかな。ちょっとじゃあ FMLA 試してみます。ちょっとお待ちを。結婚しないよ、痛いな。うん、90か。自転車は確かに免許制ではないですからね。235 7723、これか。あ、レースには全然興味ないんですけどね。そっか、聞こえてないか。あー、ダメだ。もう、あ、カスラ三師匠、そうらしいですね。ダメでした、FMEダメでした。あ、待てよ待てよ、もう一遍やってみよう。ちょっと待ってください、もう一遍。今手順間違えた。うん、こっちに切り替えた上で、もう一遍。ダメだ、変わらんか。変わらず、ダメでした。ダメですね。通常発信の方を停止してからっていう風にやってみたんですけど、やっぱダメですね。コンビニ行きますか。残念。インドだと、それはな、女性何歳だっけ ?18?女性の結婚可能年齢は18からだっけ。そうそう、あと飲酒なんかも、あれ飲酒が20だっけ。あ、16歳、そんなでしたっけ。16歳って何年生だ。16歳でしたっけ。男性が18か。うん、直位には来ないです。っていうか、あの、16歳と、16歳からだと、16歳だと、26歳差か。二回り以上違うんだ。二回りすると逆に一周してどうこうとか、なんかそういう。じゃあちょっと買い物してきます。年齢差、本当に子供に見えますよね。判定しないな、こっちのヘルメットは。
プリンパン。プチンプリンパンらしいです。あ、こっち構えてる。ああ。あ、今日は泊まらずに帰る予定です。前にもう昼で、特に昼になっちゃうと思うんで、あ、昼になると思うんで、とりあえずおにぎり買ってきました。ちょっとこれ自走じゃないです。キャラメル味よいしょ。ん？医者医者？女性に冷たい。なんか鹿児島の時にいろいろ言われたな。うん、じゃあちょっと麦茶詰め替えますって。返事扱い、うん、それもありますね。ん？打ち壊す。男性に優しい、それも語弊があるな。自転車のフレームがすごく綺麗になって
レームが、いや何も変わってないはずですよ。ん、ホイールは綺麗になりましたけどね。といってももう黒くなり始めてる。ペットボトルに詰めて、ホームボトルにも詰めて、いや明日は山口に向けて、あ、洗車全然してないです。たまにちょっとひどい時には拭くぐらい。ん、福さん、ん、ん、給油、あの油差しですよね。たまに、全然豆してないです。うん、結婚したら降ってこなくなったのは実家含めて。うん、画質多分そうですね。ラバート石。35歳で。35歳も40にも同じようなもんですよね。うん、前もって、いや塗装はな、もう復旧してないですよ。35歳で結婚か、割と遅めですかね。とあえて言う。今大丈夫かな。GoPro が6時までに。おめでとうございます。あ、トマト焼きそばとかあったな、ここ。トマト焼きそばか、昼時に来てたら食ってたな。なんかすいません。あ、そうだ。ちょっと傾きまたさっきずれたから、カメラの角度、まあ大丈夫か。いやちょっと上向きだな。こんなもんか。35番、まず無理って。無理、黄色いバイク、黄色いバイクって、あ、これ、川崎しか見えない。結婚したら放送は多分しないでしょうね。いやでもどうだろう、川崎女性に興味ありません。そしたら女性に興味ないわけじゃないけど、お金持ち。あ、忍者かな、忍者かな、忍者っぽかった。となんかそういうロゴが書いたやつに見える。ん、じゃあ、今日の映像放送の方の品質はかなり悪いですよね。あ、おっと、今日はもう気がついたな、もう気がついた。これは逆向きです。おっと、道の駅に入って反対側のコンビニに入って出たんだから、絶対逆走すると思ってた。絶対こうやると思ったもんな。もう気がついた、早い。全然被害が出る前に気がついてしまった。逆走に早くも気づきましたよ。ん、妻の時に進んだって何でしたっけ。寂しい場所。ん、よくやる。結婚して、まあ恥ずかしいっていうことはないですけどね。なあ、なんで逆に、ちょっと理由聞かれると厳しいな。シナリオ通り、うん。ちょっとでも、あ、しびれ湖ですね。いや、何もない場所にポツンとある場所大好き。そういう場所が大好きです。あ、そうか、今ここそうですね。いや、天然でございます。柏って結構言いますよ。柏飯、うん、アイドルなんだからそういう扱い勘弁だな。そういう扱い勘弁です。逆走、うわ、2周くらい車でってことかな。うん、しびれ湖山の上です。あの、本当に周り囲まれた状態で湖があるように見えます、地形図で見ると。演出
もちろん演出ですよ。このこちゃん、うわー、勘弁。すごいこと。やっぱりあれカルデラ、カルデラ湖と火口湖って違うんですか？でもやっぱり火山のやつなんですよね。演出演出。あ、脇道、そうですね。ロシア人。ああ、なんとか連呼。携帯のフォーマだとエリア内なんですけどね、しびれ湖の周りだけ。うん。僕のグルメ。うん。これは脇道、ああ、こっちの脇道のことか、なるほど。あの、甲斐上野駅までまっすぐ向かうやつですね。じゃあ、こっち行きましょう。周りの火山。うん？お見合いが。私みたいになんか結婚しない、あの、そもそも結婚しないといけないっていう危機感自体が希薄な人間が多いんじゃないですかね。それか、あの、自分の未来、将来のこと一切考えてないだけなのか。私は、あ、やめとこう。親が泣きそうだ。親が、そうですね。カルデラ、カルメラ。恋愛と決めています。それは結構あるかも。保険に親の意向でしょ、ほとんど。ん、親の意向で何が、結婚が、考えたら結婚できないだろ。カメラ距離触っているかな。あ、触ってますよ。っと、こんぐらいかな。微妙に調整しました。結婚は勢いでしないとね、やっぱり。強い。子供育てるのにも金かかるからね。金かかる、そうですね。あ、OK、どうも。この鳥が運んでくると信じてるよ。この鳥が。あれで固めてもカメラ調整できるのね。あれで固めても、カメラ本体の方はまだあの上下に稼働するやつなんで。稼働？上下にあの調整できるやつなんで。この鳥は赤ちゃん。この鳥が赤ちゃんなのか。いたたまれなくなってる。本当に。まあ、親の介護、自分が介護されるっていうのも将来的にはありますよね。電子機で一人遊びが増えてるし、一人遊びが。ずっと独身で行くなら老人ホームに入れるよ。お金貯めとかない。自分が周り迷惑かけないために老人ホームに入るためのお金を貯めとくっていうのはあるかもしれない。結局、でも子供ができてたりしたらまた違いますよね。長生きしたくない。長生き、今そう思うかもしれないな。将来今そう思ってるかどうかわかんないですよね。ロボさんは3回分の人生を遊んで暮らすだけの蓄えがあるから。3回分の人生、なんか世界を100回滅ぼせる核兵器みたいな感じですね。タバコ。短い。あ、世界がってことは。そうすか。周りに、ああ、な、そういえばなんか、ツイッターで見たんだったかな。日本の教育では、日本の、なんていうか、日本では子供に対して周りに迷惑かけるなっていうふうに教育するんですけど、インドだと周りの迷惑を許容しろっていうふうに教育するっていうツイートが確かあったな。誰かがリツイートしてた。あれ見てなるほどってちょっと思いましたね。私自身もその周りに迷惑かけるのが嫌でしょうがないっていう価値観ですけど、今は。だけどもう許容するっていうふうにやった方が確かにうまくいくような気もする。3000万円貯めて、あと海外移住っていうのもあるんじゃないですかね。でもそれもなんか国の間の格差を利用してっていう感じではあるけど、これ見逃せんかな。あの人のですよね。これ沿いにずっと行ったら甲斐上野駅。昔これ沿いの甲斐岩間駅っていうところで
駅の前をイノシシが歩いてた。でかいやつが。移住したい国ですか。ていうか移住したいも何も行ったことないですからね、ほとんど。あの仕事関係でアメリカに行ったことしかないんで。かけたり、そうですよね。実際かけてないっていうのは言い切れないから。4億。受け入れてもらえない。受け入れてそうなんですか。日本人とは結婚してくれないだろうね。ロシア、なぜロシア。ラジバンダリ。私は医者ではありません、今のところは。腹切り。いろいろ話題が重たいな。117歳超えたらすごいことになりそうだ。リスナーは、かなり、だって30、40代でもう80か 90% ぐらい占めてますよ、この放送が。何をおっしゃっていますか。いますかな、片言っぽいな。ハイジの話？トウモロコシ。北海道もそうでしたっけ。9000万。これ今のトウモロコシです。ここもトウモロコシ。山菜。こっちもトウモロコシだ。あなたのせいです。トウモロコシ。トウモコロシはあれ、なんだっけ、トドロネタだ、確か。違ったっけ。トウモコロシ。犬は今回あまり見てないですね、そういや。何度か吠えられてはいるけど。どこまで行けるの？そういう木川かな。これってどこまでつながってんでしたっけ。そういう木川については全然把握してないです。源流まで行ったことあるのは、境川、引地川、恩田川ぐらいか。性欲処理、具体的にはちょっと説明しにくいな。まあ処理はしてますとも。お。ちょっと。何かな。紹介したくない。恩賀川じゃなくて恩田川。天竺。西の方ってことですよね。今日一人です。Z さんが。もう一泊してっていう話だったんですけど、 Z さんホイールがなんか壊れちゃったんで本当にもう走れない状態です。こっからこう行くんだからもうすぐ入り口か。こっから左入ってもいいな。先人君子。もうすぐ峠入り口。一応足川駅の方まで行くか。ホイール壊れる。いや初めて見ました。やっぱりほんのちょっと今登っただけで入ってる。何駅、この近くが貝上野駅で、その次が、足川駅関越で。そうそう、ニュースでやってましたね今朝。朝ごはんの時に、ニュースは大体朝ごはんの時にテレビがあるとこなんで見ました。サクジラマ身延線、国鉄、そうかも。なんか自転車乗りは股間ずっと押し付けてるからどうこうっていう偏見が結構あるみたいですね。事故はそうですね。鹿児島県人がいる。鹿児島あった海上の駅。駅舎は？30分延長しました。これかな？これか。わあ。なんか。
小さなラーメン店みたいな駅舎ですね。海上の駅、これも新しいな。施設な、うん。ラーメン店みたい。キープレフトはこの間更新したんで、実は今日まだ有効になってない期間です。5月1日から有効になります。なんなんですかね、このマークは。ボタンの花なのかな。ボタンの花祭りとか書いてあるから なんでこんなに中華っぽく見えるんだろう。中華料理っぽく。しかもこのピンク色のラインが、サティアン、ほら、ボタンの花祭り。鹿児島県。老人が事故かと思いきや若い人が事故ってるよ。若い人が。ああ。ラーメン屋、わら。あ、歌舞伎文化公園がボタン祭りの会場なのか。コンクリ、名古屋に初めて見た。おじゃったもんせ。おじゃったもんせは鹿児島ですね。わらわら。そろそろ海外で通勤を。ボタンの花祭り、海外。トイレに見えないことも。延長大丈夫。歌舞伎文化公園行ってみるかな。あ、延長今大丈夫でした。来てました。行ってみるか。これもともとこの裏道の方行こうか、この道ずっと行って駅沿いに行くか線路沿いか考えてたんですけど、ボタンの花祭り行ってみるか。上野駅。初見です。あ、初見の人いらっしゃいませ。今日はなんか電波良くてまともに放送できてます。昨日は全然まともに放送できませんでした。さすがに電波なかった。ラーメン通りですよね。逆走。あ、今一瞬道路の右側にいたってことかな。ちょっと横切るためには右側のエリアを通過しないわけにはいかないので、という話ではないかな。ボタン持ち。カノヤは去年行きました。去年の年末にカノヤローズヒルのところにあるライダーハウスで泊まりました。ん、何が直通。じゃあさっきの踏切渡って、高山。高山ってどこだろう。アイラはダメですか。そうでうか。アイラはイボスキ方面ですよね。なんかハマグリっていう字が入るんでしたっけ。アイラのラはあれアイだっけ、どっちだっけ。違います。あれ違いましたっけ。アイラって2文字の、なんか2文字で書くとこですよね。新宿からかも。中央線は、新宿中央線。ん、あ、身延線の方にってこと。え、身延線に乗り込んでますかね。富山50メートル高山は、私は鹿屋の前はクシラっていうとこ行ってきました。うわ、これか。ちょっと待てよ。あ、これ、いや、似てるけど、あ、そうでしたっけ。こう言って、こう言って。女編に、なんだっけ、会う、ゴーっていう字だったっけ。おっと。高校ミノブ、へえ。ああ、じゃああれはハマグリって読まないのか。アイラ山頂、山があるんですか。これ左右どちらでも行けるんですけど、左の方か。パンツァーの時、そうです、クシラです。クシラっていう場所がパンツァーフロントっていう戦車ゲームの架空の戦場の舞台になったんで、でそのゲームが私面白くて大好きなんですよ。PS1 のゲームですけどね。今か、あ、漢字の話を今。我平山上三笠は山上にない。あの時はテンション高かったね。テンション高かったです。京急高架電車です。聖地巡りの気持ちがよくわかった。へい、急行にのぶ。俺もそのゲーム好きだった。あ、ゲーム、パンツァーフロントいいですよね。お、あ、身延線。ちょっと全然見えなかったですけど。エンジン音。うわ、こんだけで、なんか
結構疲れてるから痺れ湖まで行けるのか。何の時にテンションが。ロボさんちゃんと肺がん検診してね。肺がん検診。肺がん検診。今ここがどうも動いてないらしいです。クシラは、クシラはあのゲームですけどね。群れにちょっとまたやってみますか。うわ、こんなこの程度の登りでこんなにダメージが。すぐとまあそうですね。のどかな大門に。あれなんか向こうにお城みたいなのが見える。あ、それがあの公園か。なんだけど、あ、それはあるかな、楽しみ方として。芝公園。お。よいしょ。ウイス。あ、今日はディス動画何も持ってきてないんですよ。うわ、きつなんか。登りは登りの方がしてますとも、してますともさ。うわ、きつ。ガビ町、あれ真似してるんですかね、ガビ町。あ、やっぱお城だ。ん、何が、何がなんて。うん、結構最高ですね。ハッピードリンク飲むとハッピーになる。うわ、喉が渇くのも早いな、どうも。こうやって上りでハーハー言うと、おじさん、そうですね。レモンかけノック。うん。今ここダメみたいですね。ウイドリンク。レモンつけないで次やるつもりです。ボタン祭りどれだ。これボタンの花ってこっちの方なんですかね。ちょうどここがボタンになりますんで。あ、なるほど。あ、これか。目の前だ。いや、無料ですね、どう見ても。ジトリさん、あ、山口でってことかな。いや、遠いでしょ、さすがに。じゃあちょっとこの隅っこに置いて、で、ポタファイを思いっきりコードを出張ってたな。ダファイを持って。あれ、この手前のはまだ咲いてないのかな。ああ、でもよく咲いてますね、この辺りは。花でかいですね、一個一個。ボタン花祭りかな、祭りかな。あ、グローブ買いました、白いやつ。半額で売ってたんで、ワイズで。あ、すいません。いろんな種類あるな。あ、公園で、あ、そう、今日こっちもなんか息をハーハーするとすぐに喉が渇きます。随分違うな。これとかやっぱりでかい。こんなに一個一個の花が巨大なんですね。
てよかったですね、うん、乗ってよかったですね。それに対してもいろいろまた議論があるんだろうな。うん、あ、藤の花も咲いてる。なんかしおれてない？しおれてるのありますね。ラフレシアはありますか？結構咲く。ラフレシア見たとこない。匂ったところもない。なんか墓地みたい。墓地みたい。こういうなんか黒い火とかがあるから結構そう感じるのかもしれないですね。こういう真っ赤なやつとかはこういうデジタル映像機器には厳しいんですよね。真っ赤っていうのは疑わしき派抜せず一人プレミアム一人タコ焼きが日本風ですね。子供の頃ツツジの花の水よく吸って生き延びてたな。人見てたのか。ばっかりで根付いてないのかな。もう書いた。ああどうだろう。パナソニック社員。パナソニック社員。うわもう昼寝したくなってきた。もっと密集して咲かせたりとかできないのかな。密集して一個一個の花がこんなにでかいから一つの株にはやっぱり花一つってことですかね。菅原文太の農場だか家が山梨でしたような。菅原文太。トラック野郎 A チーム反則者になったのか知らなかった。城みたいなところも入れるですかね。お城、あ、そうだ、さっき、あ、これか、さっき見えたな。あれ、民族資料館ですね。ロボさんはパナソニックになってドンキホーテの店員です。ドンキホーテか、それも知らなかった。それがケタを操作するコンパネ。あ、これさっきの駅のマークか。市川男女ロなのか。ちょっとタピスト読めない。これはダンなのか。これなんとか円か、なんとか十郎。市川なんとか十郎発祥の地です。で何やった人なんですかこの人は。歌舞伎か。そうか、歌舞伎の公演だからな。男十郎、あ、書いてある書いてある。市川男十郎検証会発起人。なるほど。で、その市川男十郎関係のマークがこれだったのか。さっきのあのラーメンの丼の模様だと思ってたものは。松下。やった。さっきのマークこれなんですね。ああ。なるほどね。市川一家、一座ってことになるのかな、歌舞伎だったら。のマークなんでしょうかね。率直な言い方が心地よい。塩ラーメンで。率直な、なんだっけ。いっぱいいるさ、男十郎。で、クマバチがいる。みんな怖がるけど、あの、奴は毒ないから。刺さないから大丈夫。スズメバチは本当やばいけど。これこれこれ。勝手に設定すんな。クマバチ可愛いですけど、あの黒くてでかいから怖がられるんですよね。やつは特に何もしないのに。あれどこありましたっけ。産卵管ぐらいしかないんじゃないんでしたっけ。ほらこれこれこれ。あ、これがダメだ。どうしても近づけないね、やっぱり。しかしこの後峠登ること考えると結構きついな。浮くっぽい。浮くっぽい。浮く、なんだろう。オスは毒針がないって。オス、え、メスあるんですか、針。あのクマバチので、クマンバチがスズメバチのことですよね。クマンバチ。お、冷たいお茶ですか。お飲みくださいって書いてあるから飲まなきゃいけないような。メスは産卵管が変化したのが毒針らしい。わらわら。産卵管が、へえ。そのあたり全然知らなかったです。緑茶ですね。お、お茶だ。サービスいいね。毒のないオスは結婚できないそうですね。結婚できない。そうなの。
冷たかったです。美味しかったです。駆けつけ3杯2杯でした。お茶冷たい緑茶で美味しかったです。カクカク今日はFMLE がうまく動かなくなっちゃったんで普通の配信です。岡山どこカレーのやつでしたっけ。蜂の子ご飯にいっぱい乗せて書き込むとうまいよね。蜂の子、私は虫食は抵抗はそれほどないけど、まあまあある。いや、さっき飲んだばっかりなんですけどね、喉がすぐにカラカラになってしまう。なんていうか、体は腹的には水はタポタポで、喉だけが渇き続けるタイプ。2杯飲んでます。漏れてお茶が。というわけでボタン祭りでした。穴という穴から蒸発してるのかな。いや、喉が単純に乾いた空気通るせいでだと思う。あ、花祭りですね。ボタンの花祭り、ボタンウィーク。これなんか英語表記できそうだ。ボタンウィーク、喋ってるからか。ボタンウィークはちょっと翻訳サイトにかけたら絶対ボタンウィークになりますよね。外国人が見ると何のウィークなのか全然わからない。キャッツ。ボタンっていい香りするの？ボタン、香りするの買わなかった。少なくとも一体にボタンの香りっていうのはしてなかったです。ノコさんは徒競走？徒競走っていうのあまりやったことないな。マラソンってことになるんですかね、徒競走。でも中学の時かな、持久走ってやつではなかなかそこそこの成績だった気がします。徒競走短距離ですか。彼女のボタンを外すとき、なんかゴロいいな。50メートルは彼女のボタンを外すとき、で、峠入り口どこだっけ。1500、ちょっと時間覚えてないんですけど、短距離全然ダメで、長距離はまだマシって感じでした。私はほとんど泳げないです。クロールしかダメで、しかも息継ぎがあまりうまくいかない。平泳ぎができないんですよ、どうも。だから長くゆっくり泳いでることができない。フロート、ロボットだからマシンですから。プールに顔は、そのあたり別に問題ないですただずっと泳ぎ続けることができない。そうか、水に弱いのか。25メートルぐらいだったら泳げますけど、50になると怪しいな。100とか無理だな、きっと。で、ちょっと道確認。これ見たいですけどね、私はなぜかダメなんですよ。これ道なりに行けばもう県道合流するか。オリンピック、なわお。100円買わなきゃ当たらない。100円玉が競輪か。何今の。飯を食わなきゃ腹が減るとか言ってました。え、車検？なんか競輪っぽい写真が貼ってありましたよ。いや、なんでしょうか、あれは。よくわかりません。GoPro だとある程度映ったと思いますけどね。競輪みたいですね。あ、車検だ、その車検か。車の検査じゃなくて、車検、なんていうか、勝ち自転車投票権のことか。なんかすでにこの勾配で嫌になってる。競輪みたいでした。100円からお、今来た人いらっしゃいませ。今日私は体調的によろしくないです。疲れてます。なんか昨日一日分で。ロボさん1本で買ってきます。
一本で、ああ競輪のことか。私はもうスピードは全く出せないです。で出せないことを気にしておりません。あまりファンキーなパーシャル、うわもう登りたくねー。でもしびれ湖っていうところの地形的にはものすごく惹かれるんですよ。更年期障害、昨日だいぶ寝ましたよ。あそもそも輸送してる相部屋なんでそんなに夜更かしできないんですよ。もともと逆にそれがメリットでもあるなんですけど、11時過ぎから寝てしまって、いや鍛えてないです。で6時頃目覚まして7時までダラダラしてたんで、少なくとも6時間以上寝てるんですよ。7時間ぐらいは。なのにまだ、なので眠気もまあ眠れます。これ福岡なんか有名になりましたね。それで昨日一日で結構、昨日寝不足の状態でだけかどうかわかんないけど疲れ溜まっちゃいましたね昨日の間に。でこれ長期旅行だともう1日2日経てば慣れるんですけどね。今日は一日疲れたままだな。そう、こんなに暑くなるとは。また止まったのか。通常配信なのに。あ、じゃあまた戻ったんですかね。本当暑いですよね。中指立てて、こんな感じで、遠征の時に何が、まあ早く帰ったら楽だなっていうのはありますけどね。でもせっかく遠くまで来たんだからもったいないって気持ちも強い。山口は2日からです。2日に新幹線と特急で移動して13時14時ぐらいに津和野に、あそこ島根県だっけ、津和野に行きます。津和野町、ビール飲んで、それもできますよ。私ビール飲めないけど。青いです。電波ダメですか？ルート上は、一応はエリア内のはず。ただ今確かにここ走ってる、ここはそうでもなかったかもしれない。甲府の北側のあの山、なんて言うんだっけな。あ、そうですね。30日、1日、30日、30日か。1日は仕事です。ん？病欠？私が、割と晴れ男だと思ってました。でも案外そうじゃないことも多かった。つまり普通、どちらかといえば晴れ男よりぐらいですかね。諏訪の時には結構雨降られたし。山口は、ああ、兄さんは予定どうなんだろう。いや、どっちにしろ、兄さんはどうなんだろう、ツーリング的には。コースは全然わかんないですね。降ってんのかな。で、これで県道に合流して、で、あとはもうこの県道をずっと左に向かって登っていけば、しびれ湖です。いや、途中分岐があるか。あ、青なってた。あ、山に囲まれてますね、確かに。私たちは有給じゃないんですよ。カモなんでいいのよって、カモノさんの出身はあっちの方なのかな。何の確率が。ゴールデンウィーク全く雨ばかりだったってことはあんまないですね。あ、確かにこの辺り新緑かなり来てる。昨日山の上の方ばっかりだったから、あんまりかなり冬の景色っぽかったんですよね。1週間も走って雨に降られない方が珍しい。1週間、確かにザーザー降られたってことはほぼないな。雨のせいで休んだっていう日は、1日休んだ日は確かない。
ただあの雨降ってるからもう今日は出るのやめようって言った日帰りはいくらでもありますけどね。まだ鹿児島一晩ですか。しびれ湖の名前が理由は知らないんですよ。最近何が面白い。パラパラぐらいだったら、まあ旅行先だったら走ってますね。最初だったバイクは5台でした。いや嘘です、分かってません。皆さんもこのコマ数だと分かんないですよね。あ、勾配ちょっと緩くなったな。大気だと、大隅制覇、先の方行ってないですからね。でも大隅制覇は時間かけないと、臨港でさっと帰れないからな。バス移動したのは、おととしの年末に、あ、フレーム来てます。なんてとこだったっけ、なんか港見に行ったんですよね、バスで。で、その後午後は自転車で走って、で最後に枕崎の近くで雹に降られて、雹とは言わなかった。でもなんかものすごく痛い氷の粒が降ってきましたね、あの時は。タイムシフトで見てても自分でちょっと面白かった、いててててとか言ってるのが。やっぱりああいうトラブルは見どころですね。藤の花今どこ咲いてましたっけ。自分の目線が上見てなかった。佐田岬、ただ佐田岬自体は、まあでもいっぺん行っといた方がいいんだろうな。どのぐらいの大きさの量、今日、2、3ミリぐらいだったと思いますが、そんななかったかな。実家配信は基本的にはやってないです。今日行ってましたっけ。佐田岬、今日はちょっとうつむき加減かもしれないです。今日はあの通常配信なんてかなり低いです。昨日の疲れが妙に残ってる。あの足の筋肉が痛いっていうタイプの痛みじゃなくて、全身がなんかだるいというか、なんかあと頭がちょっと重い感じ。また眠気がそんなにあるわけではないんですけどね。風、いや風ってほとんどひどくないです。風邪気味だったらもっとかなり徹底的に調子悪いはず。膝関節は今のところ大丈夫ですね。前北海道で一遍無理して激坂を登った時にピキッときて、それからしばらく響いてましたけども、それは治りました。あれ全然登ってないというか下ってる。多分そうですね。水抜く？ガードレールに人見てません、私は。私は見てない。新緑ですね。いました。ああ、いいな。町会議には行かないの。お祭りに参加するみたいなのはあまり過去にもやってないんですけどね。20人ぐらいコンパクトな人たちですね。うわ、自転車にいませんねって。これ何、ここの階段なんだろう。七福神、綺麗ですね。ちょっと見てくるか。あんまり寺社仏閣には興味がない私ですが、こういうなんか新緑との合わせ技で来るとちょっと、人いますね。あの人も多分お好き祭り、まあそれはまあちょっと高い持って、綺麗ですね。種子島か。ああそうか、そのあたりも行ってみたいですね。確か屋久島も種子島も両方確かっていうか行ってないんで。止まってます。綺麗だね。30分延長しました。これが秋にはモミジで真っ赤になるわけですね。
あ、てか皆さんにはそこまで見えてないか。煙突もみじのやつなんですよ、もみじのやつって。石の間からトカゲと一緒に小さい人が画面止まってるのは自分だけ。あ、止まってるか、残念。 GoPro でもここまで細かいの見えるかな。石垣で止むと、あ、石垣では。ちょっとじゃあポタファイを。なんでこんなに急に悪くなったんだろう。そんな道路からも離れてないですけどね。このお寺の収支は高野山真言宗です。トムとの人は更新してみて。初見、お兄さんですか。お兄さんですか。まあお兄さんではあります。あ、年齢的に言うとおじさん、あの、あ、なんとかシニアおじさんみたいな感じですね。42歳でございます。秘密だけど。ご本尊の御神言は、神言は、オンバザラタラマキリクソワカです。お兄さんよりのお兄さんです。それよりの。競技。生きとし生けるものは宇宙の根源的な大生命である。大日如来の権限であり。静止が音は途切れ途切れ。あ、途切れ途切れ。人は石垣。現実世界そのままが理想世界となることを示しております。新緑実況。わあ、綺麗、とても綺麗。という言えばいいほど嘘くさい。これか、一瀬山光照寺、光が勝つ寺と書いて光照寺。なんかわらじがいっぱい、わらじがいっぱい飾るというかぶら下げてあります。これもなんか固有の話なんですかね。で、住職さんが掃除してる音がする。あ、おさんか。あ、こんにちは。ご苦労様です。よいしょ。あれ、もう電波ほとんど来てないかな、これだと。なんとか霊場第94番。あそこになんか切り絵が、うわ、蚊が、蚊じゃないや、これは花部か。バジュラオンって叫ぶんだ。バジュラオン、なんだっけそれ、なんかで聞いたな。いい石だよ。じきりましょう。じきる。間違っても石垣に突っ込むなよ。突っ込みません。大丈夫です。お寺はですね、光照寺。合掌道寺。火山系の石だな。火山系、わかりますか、そこまで。ここ大黒天が飾ってあります。新しいのこの大黒天。もうこの石見飽きたよ。生きとし生けるもの。生きるもの。ダメだ、階段上り下りするだけで来てる。お、シャクトリにくっつかれた。シャクトリ。ほら。だから戻ってくる。宇宙人がいたと書いてあります。宇宙人がいたと。さあ、この再起。ダメだ、戻ってくる。まあ、木の方にくっつけてやるか。木の幹のあたりがいいかな。はい、指から指へしか映らない。最近、よし、
さっきのところに戻ってきたんでまた電波少し良くなると思いますが、ほらほら今ほらほらって言ったのあれかな、シャクトリムシが手にあのヘルメットにくっついちゃったんでそれ手に移して、で手を木にくっつけてほら移れ移れって言って移そうとするんですけど移ってくれないんですよ。宇宙人の、あ、それもなんか最近ツイッターで見た、あの両側の手を捕まえられたあの宇宙人の写真ですよね。昔のエイプリルフールの写真、あの雑誌のネタだったっていう。いるはず。まあそうですよね。この宇宙に住んでる知的生命体なわけだから。そう、知的生命体って定義も誰も定義できてないみたいですけどね。人間観点から見て知的生命っぽいっていうだけで。エイプリルフールのだったみたいですね。うん、競技の画面に、あれなんで、あー今日体が動かん、そういう時は唇で加えて移動、シャクトリオ、こういう時は苦し紛れに糖分が足りないんじゃないかと思ったりしますよね。あ、間違えた、こっちじゃない、なんか甘いもの食ったら力が出るんじゃないかとか思ったりするんですけど、大体そうではない。というわけでちょっとプッチンプリンパンを食べてみようかと。あれでももう電波復活してるはずですけどね、まだ来ないか。あ、来てますね。新プリンパン。中にプリン風のクリームが入ってるらしい。身延線輪行。今帰るときはそうかな。流れてる。じゃあ、いただきます。あ、本当に蒸しパンに。シャトレーゼってこうやって言われましたっけ、あれ工場でしたよ。うん、本当に風味だけついた普通の蒸しパンですね。でプリンクリームが見当たらない。かすかに層があるこれかな。一袋見てきた。プリン風の。プッチン感はそんなにないな、やっぱり。プッチンプリン的な香りは。普通の美味しい蒸しパンな感じです。桜の木じゃないと思います。それは自分でも分かってるんですけども。ちょっとしたその、楽しみのために食ってしまう。精神的な。まあでもこのキツさは全体的なキツさなんで、単なる全体的な疲れっていう表現になりますかね。